カルテルだ、小規模。待て、これどこに飛びよう。こっちかな。よし、どれどれ。反乱軍にエリアの警察を要請した。試験農園。タンゴタウン。ほう。そっちまだモヤあるけど。モヤが超気になる。こっちの敵を減らしちゃおう。あとお一人様、こっちは。悪党が一人減った。はい、こんにちは。あ、この部屋。そうか。M 級強いかも。おお。そんな M 級があるぞ。性能いい。うん。安定してる。よし、開始 OK。見てみよう。あ、そういう経過。これもっと早く欲しかったな。あのストーリーミッションに行く前の道中、まあ、道中にボーナスメダルがあるんだけどさ、うん、足音が 10% 低減というものがある。いいじゃん。まあ拾っとくか。ステルスする機会減るかもしんないけど。反乱軍に乗り物を頼んだ。まあね、ヘリが止まってる。カルテルがいそう。ドローン。サブマシンガンを持ったやつを見つけた。ターゲットを排除。当てすぎ。めっちゃ外した。メダルゲット、サイレントラン。じゃあ、近いな。近くない。ラスアンテラのカルトの運営資金はエルスエーニョから来ている。車だと近くないよ。場所を見つけ出して破壊してエルスエーニョのカルトへの信頼を失わせて。おヘリ使おう。お、滑走路。もう降りとこ、降りとこ。滑走路、もう降りる場所がどこでもいい。ヘリは何機でも呼べる。ここもどっかに金の保管場所があるから見つけてドーン。おお、あった、これだ。早っ。ならこの3人だけ倒せばいいんじゃない。悪党が1人減った。ちょっとしゃがむな。よしよし、なんという。でまたどうせ崩れるんだから四方かけて離れてからボーンの方がいいよ。金、お、なんだこれ。機銃が置いてある。へえ。はい、オッケー。はい、でこいつを取る。ちょっとぐらい金貨持ってってもいいじゃない。このシャッター開けてくれよ。爆破準備できた。あっちだ、C4。 出口、出口、爆破準備完了。おう、爆破準備できた。あ、でも30秒もいよいよあったけど。結構あったな。備
の間にこっちやっちゃおう。ターゲット排除。貫通しろ。しないな。いて。ああ。死んだ。はい。ああ、生き返る。もう自分の手で蘇生する回数減ったんじゃない？いやドローン強いんだもん。強いじゃない、早い。お、警報あったの？あったの。はい、停止。はい。お、なんか誰か逃げちゃった。なんかすげえ、何これ。金の像。金の像。像。金の像。本当だ。何これ。おお、めっちゃ見られる。おい、ちょっと。あ、こっち全然いるじゃない。もう車で突破しよう。エルスエーニョの聖書を奪っちゃう。これ車で。道を開け。もう道のりが半端ないこと。すげえな、割と遠かったな、これ。ショートカットしよう。ショートカットしよう。おお、しかも、カルテル倒していかないと到達できない。ヘリあるじゃん。まあいいや、順番に倒していこう。サイレントランっていうのがどの程度強化されたのか。あ、こいつだけ。あ、二人いた。ドローン。ドローン飛行中。まずはここ。敵グループが見える。また敵だ。サブマシンが思ったやつを見つけた。お。悪党が一人減った。お。セフセフ。ちょっとこの人たち解放して勝手にやらせる。ちょっとやらせる。上よろしく。うん。やべ、木に詰まった。家の土台に詰まった。はあ、あれ、あと3人。待て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 、わしおい、入れて出て。この短距離だけどヘリ使っちゃう。俺なら操縦できる。300m。まあまあ、すぐ降りればいい。あ、サンタムエルって書いてあるけど、これだよ。もう降りとけ、もう降りとけ。近っ。お前。ちょっと。誰が殺せと言った。何、お前死んだの？え、死んだよ。お前ヘリに乗っけておきながら殺す。面白い。面白じゃねえ。いや、なんで運転手じゃなくて。ああ、しかも反乱軍が手出し始めた。あれ、偵察狭くね。おっとっと、傭兵カモン。反乱軍に増援。あれ、とか近。おお、後ろ後ろ後ろ。部隊を向かわせた。あぶねえ。
なんか後ろから来てるよ、さっきから。いつの間に乗り越えてきたの。え、乗り越えれるの。うん、壁。あ、スナイパーがいた、奥に。スナイパー見えない。こっちもスナイパーだ。ん、あ、死んだ。ちょっと待って、うん、中に入れない。ドローン飛ばせばいいでしょう。 EMP がついてるんだよ、装備を。生き返ろう。わい、これ明日痛むんだけど、どうなってんだ。どうなってんだ。お、ヘリ？なんだあの、あお、機銃が。わ、しかもあのヘリユニダットじゃん。落としとこう。はい、オッケー、ナイス。あ、こっちかにパーツか武器がある。この敵も地下だわ。どっから地下に行くんだこれ。ここに武器ケースがあるぞ。どんどんね、構造が。おお、あいつは終わりだ。こんなんわかんねえよ。で、これだ。なんだ。マリア様、どうかお許しを。マリア、落ち着け、助けに来たんだ。助けに来たわけではないけど、まあ開けてあげようか。やだこんな牢屋。なにこれ。おお。え、これ本物。スエーニョの聖書は向こうのちょっと立派な建物。ほう。一階入り口がないんだ。俺一階に入り口作ったわ。窓割った。はあ。宗教とドラッグのミックスとは無質が走る。これだ。だが賢い。信仰は人を強くする。火曜日ってだけで全員行かれちまう信仰もあるしな。いいから見つけるぞ。あった。撤収するぞ。よし。撤収。動揺するに違いない。よくやったわね。これでラサンテラはもうおしまいよ。噂によると、スエーニョは聖書をなくされたことにかなり怒っていて、滞在だなんて言っているみたい。彼女を監禁して公開処刑するつもりよ。じゃあここは終わりだな。いいえ、ラサンテラの名誉はもう十分に傷つけたから、次はスエーニョのこの大掛かりな見せしめを潰す。ラサンテラを助けろっていうのか。助けるんか。ラサンテラを助けろと言ってるの。ボーマンアウト。ことあるごとに早々に殺しにかかるのがスエーニョ。スエーニョはラサンテラへの信頼を失い、彼女の処刑を画策している。先に彼女を見つけて逃げ道を作ってあげて。助けてあげましょう。大体殺しのきっかけ作ってるのは我々だけど。あれか、あれだ、連れ出す。またスエーニョの部下が来たりすんのかな。またあのちょっとイカれたやつ。そうそうそう。あ、これプロペラが壊れそう。壊れない。ならんかった。わ、しかもなんだろう、このカルテルの分布は。あ、電波障害。ドローンが使えない。ジャミングされてるんだ。目視で確認じゃ。よし、ターゲットを確認した。連れ出すだから周りだけ倒して。ナイス、オッケー。あ、牢屋に入れられてない。入れられてる。あの、それ銃で開けないでね。捕まってた。一旦シャドモメ、話しなさい。さもなくばサンタムエルテの神聖なる裁きが下る。
あなたたちとその家族の血で川が赤く染まることになるでしょう。怖いこと言うな。怖いこと言うなって怖いこと言うなバカにしたような反応やめてあげて。絶対バカにしてる。はい、急に言語変わるのマジでちょっと浮いてる。乗っけてあげて。あ、浮いてる浮いてる浮いてる。え、ちょっと待って、どう。あ、オッケー。さっきからラバラスティマーラしか言ってねえ。ラバラスティマーラ、ラバラスティマーラ、なんかそういう呪文かなんかがあるんでしょう。今一つ気になったんだけどさ、あの、うん、男を連行するときって大体頭をガンってやって乗っけるんだけどさ、うん、女はどうなの。女か、同じ感じだったよ。あ、同じ感じなんだ。頭ガン。サンタムエルテの前ではそんなもの無力よ。そして死は覇者にあらず。何自分の死さ。あなたバカにしてるの。話しなさい愚かな。私には力がある。あなたたちが目にしたこともない魔術の力がね。魔術助けにしてやったんだぞ。ファイナルファンタジー。はい、ボーマンと楽しくお話しよう。お話しタイム。サンタムエルテは我が石、要塞、救世主。翼で我を包み、嵐から守り、敵に天罰を下したまえ。お前の天罰は正直大したことない。私は何もしていない。サンタムエルテは道を照らす光。信仰は違法じゃない。ええ、だけど犯罪組織に人を勧誘するのは犯罪よね。審判は神とサンタムエルテが下す。ここではそうはいかないぞ。許しを求めるならスエーニョについて話せ。我はユダにあらず、スエーニョを裏切ることなどありえない。ねえ、あなたみたいなタイプは刑務所で嫌われる。地獄を見せられるわよ。地獄でも信仰は揺るがない。うん、それがどこまで通用するかしら。私の地獄は甘くない。どうしちゃうわけ？なんか連れてったの。連れてったよ。ノマド、エスピリトサントではよくやってくれた。シカリオたちの反応はどうだ？泣いたり、罵ったりしてる。ISA が登場した会話によれば、カルテルの士気は過去最低よ。この調子で奴らを追い込んでちょうだい。フォーマン、アウト。OK なんだ。へぇ。映像来た。お。恥を知れ。世界中がお前を非難している。ラモンの記事を誰かが漏らした。証拠はないが痛手となった。助けてくれないか。もう手遅れだ。私にできることは何もない。いいか、よく聞け。俺が子供に手を出すと思うか。はした金のために人生を棒に振ると、本気でそう思うのか。いや、そうは思わない。よし、ならミサを開け。ボリビア中の有力者を招いて、この作り話から私を守れ。サンタムエルテに誓って、奴らの話がデタラメだと言え。お前は来ないのか。ああ、まだ仕事が残っている。はい、勢力図。次マルカってとこだ。マルカ、マルカだったら下の方、エルチドがボス。ん？これやった。
ったことラモン・フェリスの極秘ファイルのおかげでエル・カルデナルの評判を落とすための材料が集まった。やつを引きずり下ろすわよ。オッケー。あ、これでエル・カルデナルを引きずり下ろしてプロパガンダが崩落。そうだね。ノーマド、チームに支度をさせて。エル・カルデナルを追うわよ。来た。計画は、あなたがラモン・フェリスのハードディスクから得た証拠を使って偽善者エル・カルデナルの本性を晒すのよ。いいだろう。時間と場所はマルカ地方にある村の位置情報を送るから、そこで落ち合いましょう。ボーマンアウト。ボーマンと会うのは久しぶり。そういうというか、ゲーム開始冒頭以来だと。あ本当に愉快な子だったわね。今度飲みに行けるとき連れて歩きたいわ。この辺では飲みに出ない方がいいぞ。信者たちで復讐される。よかった、久々。もうカルトは復活したそうね。なぜここで。エル・カルデナルが児童売買の件を鎮めるために市民に説教するらしい。評判を落とすチャンスよ。集会でこの映像を流せば展開が変わるはず。それからカルデナルを合流地点に連れてきて。ああ、了解だ。ウゼカオゲーラーゼウィーエウエルオウィー。はい。